ドさんが先行でスタートですが、ちょっと見た感じヤングパイロマンサーが見えたのでグリデルバーですかね。そうですね、グリデルっぽいですね。カバルセラピーが入ってるんで、手札かなり強いですね。ギタクシアプルーブ2枚、ヤングパイロマンサー、カバルセラピー、ブレインストーム、土地2枚。大奇跡はグリクスデルバーどうですか。どうですかね、まあ、昔は相性良かったと思うんですけど、うん、やっぱり総裁あってこそみたいな。なるほどなるほど。もう中盤以降スペルが通らなくなるんで、まあ、ただ今の総裁は昔ほどはやっぱ確定ではないので、うん、昔やっぱ1マナ主体としたデッキが1マナ全部通らなくなって、うん、その時点で投了だったので、まあ、昔ほど相性悪くないかなと。さあまずは手札をチェックして、この動きは本当にけど極悪ですよね、うん、ギタクシアンプルーブからカバルセラピー、このとカバルセラピー打ちますかね。いきなり陰謀断式療法ですね。まあまあちょっとキャントリップ次第ですが、うん、ちょっと土地が多いんですかね、うん、ギタチョウ2枚目に見えたのが土地でしたね。指定されたのは総裁と。さあ熊谷さんはちょっとウエストランドを気にして、今引いた情報がバレてしまうんですけど島から入りました。当然ながらまあフェッチランドはやはり、ブレインストームの後とかまで温存しておきたいので、まあ、手札1枚の情報をばらした方がフェッチランドを使うよりもいいだろうと、うん、さあそして試案を打って、これをシャッフル、この辺りの判断はけど早いですね、うん、ドロードローと地だったんで決してそんなに悪くは見えなかったんですが、うん、でも明確に欲しいカードとか決まってるんですかね。そうですね、うん、さあそして小沢さんは初手の注文通り、ギタチョウも多分やっぱり持ってたっぽいんで、このままヤングパイロマンサー、ギタクシアンプルーブ、墓地のカバルセラピーフラッシュバックと綺麗に動けそうです、うん、で若きグレン術師が登場してギタクシアハノトさん、もう一度からですが、この3枚でどれ落としていきますかね。なぜか2枚目を引いたようですが、まあ、今打たなくても良さそうではありますけどね。まあなるほど、そんなに下がなくてもと。まあただ、対抗呪文が一応あるので今のうちに、うん、さあ総員の同士自体は、稲妻で余裕を持って対処できるので、この後は小沢さんは、ブレインストームで手札をの手札の質を上げつつ、もう稲妻を打ってさっさとゲームを決めに行く、うん、さあ総員の同士と比べると少しは見劣りしてしまうんですけど、やはりヤングパイロマンサーも生き残るとかなり凶悪なカードなので、うん、さあこれはかなり強いですね、うん、今一番欲しいのがフォースオブウィル、一番致命的な呪文がターミナスなので、週末をしっかり弾けるフォースオブウィルを手に入れて、熊谷選手の方にはそのフォースオブウィルを返すカードがないことももうすでに分かっているので、熊谷選手がトリギョスキニを今ドローしたんですが、まあ、トークン増えてきますからね。そうですね、どういったところでしょうか。
さあ小澤選手の動きがないのを見て熊谷選手アップキープに、まあ、こうすることで仮にカウンターされたりしてもそのトークンは、このターン攻撃に来れないのでダメージが一番小さい。さあ小澤選手はこれに食いつくかどうかを今ライフを見ながら、どうでしょうね、カウンターしていくべきでしょうか。カウンターよりかは多分、稲妻打つか悩んでいるようには見えますが、もうカウンターしましたね、うん、このまま押し切ろうと。そうですね、まあ、ターミナスだけちょっとね心配ではありますけど、うん、まあ、今のところライバルを操作したりという動きもないので、うん、さあ4点小田さん、トップに稲妻がもう1枚乗ってるので次が実質ラスト3ですかね。もう稲妻稲妻で6点詰まるので、仮に熊谷選手がトークンを出したりしてもちょっとこれだと、ソイノ同士から何かアクションがあったとしても詰め切られてしまうので、もう残り時間は少ないですね。さあ、残念ながら週末は引けず、ジェイスを引いていますが、まあ、出してもといったところですよね。そうですね、ジェイスだったらもうバウンス程度しかできない、うん、ですが、まあ、一旦は一応稼げるかな、うん、1,2,3,4 そう、そういうの同士をプレイしてきましたね。さあもうかなり飛来心としてという感じですね、一旦を稼ぐために。さあここでブレインストームでトークンをさらに増やしつつ、手札が稲妻稲妻、デイズなのでエンド前に打つと足りてそうですけど、熊谷選手に何もなかった場合はそれで足りてます。で熊谷選手がフォースオブウィルを持っていたとしてもそれだと多分死んでいるはず。フォースオブウィルだと大丈夫か。同士に目くらましを打って特攻一体出し稼いでと。さあこれで足りそうですね、1,3,4,5,6,7,8,9+3 でぴったり。さあこれで残りライフが3。さあ稲妻で投了と。まずは小澤選手が鮮やかに一歩接種しました。もう本当に理想通りですね、2ターン目までに
やりたいこと全部やれてた感じがするので、うん、もうターミナス以外は巻き返せない、うん、熊谷選手は土地は1枚しかありませんがドローサポートが豊富な手札をキープしました。こう見るとやっぱアンステーアブルの土地はいいですね。かっこいい。さあ先ブレでまずは土地が確保したいところですが、先ブレ土地春章の魔導士でしたので、その2枚引きそうですね。さあ人沢選手ですが、まあ、やっぱこう見るとギタクシャンプルーブという方は本当に強いですよね、うん、ただ手札を見るだけでも本当にこういうマッチにおいてはライフは全く関係ないので、うん、この情報量たった2点でこの手札の情報があるだけでね、そのスペルの差し合いもかなり大きくなってきますからね。さあただカバルセラピアのそうですかね、あったらもうブレインストームスッと落としそうなもんなんで、実際ここでカバルセラピーあるだけで相当ゲームが違うので、小沢選手あれですね、黒マナがないのかな、シギレイシギレイに見えたんですが黒マナがなくて、今黒マナを探すためにもギタチョウの2枚目を積極的に使っていった。ここで渦巻く知識。さあブレインストームはまあ基本的にできるだけ待てと言われてるんですが、まあ、こうやって序盤に打つ時っていうのは土地がないか、手札がよっぽど弱いかのどちらかで、うん、さあようやく、緑マナを手にしたのでシギレを唱えることができるようになりました。こちらも非常に強力なですね。さあ熊谷選手は手札に春章の魔導士もあるので、うん、基本地形持ってきて不毛の大地への対策もあると思うんですが、先ほど地染めの月をサイドインしていたので、はい、それも当然関係が、そうですね、まあ、ちょっと今単純に土地がないんでどっちかというとウエストランド余計の方が強いですね、うん、まあ、まずはしっかり土地を並べていかないことには始まらないので、うん、ですね、ソーイン同士ソーイン同士ソードトゥブロシャス、うん、さあただちょっと白マナがフェッチからしか供給できないので、このターンフェッチからソープロテウスとトップのメンターが、さあ比較的ゆっくりな立ち上がりですが、小沢さんは追加のしぎれではなくポンダ、ちょっとやはり、週末が入ったデッキなので、うん、クリーチャーを並ばせるのはちょっと怖いですよね。どれぐらい展開していくべきか、特に先ブレを打たれた後なので、まあ、だからちょっと今のこれだけだとクロックが弱いんでもう少しアクセントが欲しいところですが、
間に若きグレン術師を加えました。ここで熊谷さん、そっちが詰まってます。うん、さあ熊谷選手はここも動かないのでしょうか、うん、打っても安そうに見えますけどね、うん、さあしぎれからのマナと合わせて、あ、しぎれで、はい、追放ですね。さあ熊谷選手、手札には、週末ブレインストームセットがあるので、いつでも奇跡を引き起こすことはできるようになっています。まあ、相手が過剰に展開してくるようであれば、渦巻く知識で週末を戻して、さあただここで小澤選手に動きがなかったのを見て、もう今手札に瞬章もあるんで、このまま熊、小沢さんが一旦に、1枚程度のクリーチャーしか出してこないようであれば、瞬章から総プロでも弾けますし、で余裕ができてきたら総裁なり、総員の同士なりで仕掛けていく。さあどう処理していくか、そこでマナを払ってきた記者派の調査特務を生み出していきますね。ちょっと熊谷選手としてはここで、週末を持っていることを知られたくはなさそうですが、まあ、どのみち次のターン打つんだったら対応して隠しておいた方が、さあ神神と、まあ、神週末ですかね。一応セラピーが来ることもケアして、同じカードを2枚は持っておきたくないので、上から2枚目に今置こうかというところですが、この後の展開を予想しつつと、まあ、クロック的に次のターンを打つ必要がないだろうと、まあ、最悪渦巻く知識から打つこともできますし、小澤選手少し手札がちょっと相手の呪文に干渉したりということはできなそうなので、手札が渦巻く知識、しぎれ、パイロマンサー、稲妻、コラガンの命令、そこでそれに同士、まずは場面で対抗しに行ったと、カードを使わせる感じですね。もう次は週末が控えてるんで、このターン小沢さんに結構頑張って除去してもらう分には別に問題がないと、そこにカードを使ってくれるんだったら週末がより生きるので、
は稲妻をキャスト、ここでブレインストーム。さあ、もうパッと見次打ちそうですからね、もう一旦我慢するかどうか。また2枚目ですかね、うん、2枚目に水流肌重ねているような、ちょっと水流肌なかったようですが、一番上に何か神ジェイスですね。神ジェイス、はい、カバルセラピーをやはり意識して、同じカードは2枚、うん、常に手札に置かないように。さあ、このトークンもかなりいい働きをしてますね、うん、このままでもトークンもヤングパイロマンさんも牽制できてるんで、トークンは潜在的に 2-2 になる可能性はあるので、まあ、ただ小沢さんも呪文を使わせられるんだったら、そこで春宵の魔導士から、さあ、ソープロを対象に取って、うん、火管が誘発したので一方的に打ち取ります。さあ、そろそろ盤面で熊谷さんが、巻き返し始めたので、こうなってくると、ジェイスも活躍しやすくなる。で、ここで小沢さんが過剰に展開するようであれば、トップにあるターミナスで1回盤面を流してもいいですし、必要ないようであればもうフェッチを起動して引かないこともできますし、若きグレンズ超追加。ただ小沢さんもうまいですね、絶対過剰に突っ込まないというか、うん、もう最低限の展開しかしないんで、そこで週末で即操作を設置。さあ、しかしかなりいいペースですね、うん、このゲームは熊谷さんがペースを握り始めました。シギレイのシャーマンは操作されず、うん、やっぱ仕組まれた爆薬ですね。さあ、爆薬をどうするか、うん、まあ、一応シギレイの絵の回答にはなっているので、うん、しかしこれはかなりいいドローですね、カバルセラピー。ただこの陰謀男式旅行、ところが飲める見えますね、うん、さあ、この総裁は非常に重要ですね、ここが当たると、これね、おおむねジェイスと言われちゃうと思うんで、うん、うん、そうですね。さあ、これでジェイスが奪い去られて、スリハ、一つのみと。ずっとね、ジェイス一枚見られてたんで、うん、こ
この交換ちょっと熊谷選手にとっては痛手ですね。もちろんフェッチを切って総裁で再び、そうさえなりませんでした。呪文3枚ではありますが、まあ、攻撃手段自体はなさそうですね。シャッフル手段もないかな。ポンダーがありますね。一番右があれか、3032の異様の精霊ですかね。総員の同士のトークンを殺しながら、刹那でカウンターされることもない。差し込まれた爆薬で資源者も破壊されましたが、陽の精霊が出てくると。さあ、ただ刹那って一応総裁が誘発するんで、まあ、トップが閉じて分かってる間に出したのかなと。さあこうなってくると、これは水流派で破壊しようとしたところをこれで補足、小沢選手手札が火力が多かったんで、ライフ10の熊谷選手を押し切ろうと。熊谷選手多分あのフォースオビルをサイドアウトしてるんで、フォースオビルを消すというよりかはただトップをチェックした感じですね。フェッチランドが場にあるので、さあ手札にはもう5点分の火力があるので、熊谷選手のライフは7。ここからはフェッチランド1点がかなり重要になってくるので迷っていたように見えましたが、まあ、トップが土地だったのでここで、土地ですかね。さあここで仕切れか、仕切れを回収して本体に2点、残りが4。さあ手札には小沢さん稲妻とシギレイという、で次の打シギレイを出して総裁で、ライブラリのトップをチェックしつつアクションができるので、もし、熊谷さんがこのターン何も引くことができなければ次のターンには決着しそうですね。けるか熊谷選手。じゃここで一番欲しいカードは、やはり神とかじゃないですかね。ここは、まあ、ただ神も2枚落ちてるんで、さあただ、小沢選手手札が今1マナばっかりなので、ここはちょっと総裁がもし1だった場合はこのターンかなり窮屈になりますね。さあこれは3。さあそして攻めの月、小沢選手はこれでこのターン、1万のスペルが全て通ることが確定しました。
ちょっとブレインストームのドロー自体はかなり弱かったですが、しかも熊谷選手次のターンブラッドムーンを引かなければいけないという状態ですので、そうですね、これで3点が本体に入って、さあここでゲームセット。最終ラウンド勝利したのは小澤武選手でした。おめでとうございます。まさしくグリックスデルバが差し切ったと、まあ、やはりセラピーが強いですね、本当に。